皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はいよいよ発表されましたこの ZenFone9 ですね。今出ていますけども、非常にかっこいいですよね。ファーストインプレッションとしては非常にかっこいいなと思います。では実際ね、どんなスペックになっているのか、 ASUS の公式サイトをもとに情報をお伝えしたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。ということで、このトップページ見ますと、ZenFone9 がですね、片手でちょうどいい、経験はより良いですということで、Google 翻訳で今出ています。まずですね、設計の方が出ていますね。優れた感触、置くことはできませんというふうにね、日本語の翻訳としてはちょっとおかしいんですけども、ZenFone9 は片手に適したサイズと軽量のボディを備えているため、より多くのより良い人生の思い出を記録することができますと。ありますね。ざっくり言うとコンパクトですよということなので、いろんなシチュエーションで写真を撮れますよということですね。サイズが出ていますけども 5.9 インチということで、昨今のスマートフォンからすると非常にコンパクトですよね。また重量は 169g ということで、これも昨今のスマートフォンの大型化からすると非常にコンパクトだなと思います。そして指紋認証に関する情報になりますね。指紋ロック解除、そして簡単で直感的と出ています。スマートフォンを手に取り、右側の電源ボタンをタップするだけで ZenFone9 のロックを解除するのは簡単ですと。ここに写真ありますけども、サイドの電源ボタンが指紋認証と兼用ということになっています。個人的にはいいなと思います。そして片手操作さらに上手と書いてありますね。全タッチオールインワンキーで携帯電話の操作が楽に、簡単なジェスチャー、上下にスワイプする、またはボタンをダブルタップするだけで音声入力、通知バーを開く、ウェブページの再配置、ウェブページのヘッダーフッターのジャンプ、曲の切り替えなど、様々な機能を素早く呼び出すことができます。一つのボタンで簡単に操作できますとありますね。今この横にね、動画が出ていますけど、電源ボタンの部分をね、いろいろ上下にスワイプしたり、タップの仕方でこのように操作ができますよとありますね。なんかすごくいいですね。これめちゃくちゃ楽そうだなと思います。そしてデザインですね、テクスチャーも含めてですけども、より良いスタイルということですね。 ZenFone9 の人気のバックカバーカラー4色をデザインしましたということで、4色展開になっています。今写真出ていますけども、ブルーになりますね。そしてホワイト、レッド、ブラックと続きますね。なんかこのブルーのね、この感じがいいなと思いますね。すごく落ち着いた感じで、またこうテクスチャーがですね、ちょっとこうサラッとしたような風合いになっているのもいいなと思います。またこのレッドはレッドでね、やっぱりこのビビッドな感じがいいですよね。コントラストがすごくいいなと思います。これは実際ね、ちょっと表面の方を触ってみたいなという感じです。片手がちょうどいい、スタイルがいいとありますね。やっぱりこう片手でね、ちょうど手に余る感じではなく、ジャストサイズという感じが良好だなという感じがします。次にですね、防水に関する情報になりますね。 ZenFone9 は IP68 の防水と防塵認証を取得しているとありますね。誤って水をかけても安心な様々な環境で使用できますよと出ていますね。やっぱりこれは欲しい機能の一つになりますね。この夏そうなんですけど、突然の雨ということもありますのでね、これはついてるに越したことないなと思います。そして有効性とありますけど、より良い性能とありますね。小型でパワフルなパフォーマンス、 ZenFone9 はスナップドラゴン8プラスですね、 Gen 1プロセッサーを搭載しています。電話のヘビーユーザーであり、エネルギーを大量に消費するアプリケーションを開き、マルチタスクを実行する場合でもスムーズで途切れのないエクスペリエンスを提供できますとありますね。いよいよスナップドラゴン8プラスジェネレーション1が搭載されます。ただでさえですね、8 Gen 1でもこの前のモデルであったとしても、アンツーツスコアで100万点を超えるほどのスペックがありますので、よりパワフルになったということで、これは楽しみですよね。 15% 有効性、そして画像処理速度が 50% も向上ということで、ちょっと恐ろしいことになりそうですね。そしてメモリーが載せられる最高のスペックなんですが、 16GB まで乗っけることができるということですね。そしてストレージは 256GB までとなっていますけども、これもねやっぱすごいですね。 LPDDR5 とそして UFS3.1 に対応しています。そしてやっぱハイスペックなチップが載っているということは、この放熱っていうのも非常に大事になってきますね。 ZenFone9 はこれまでなく早く冷却する、新しくアップグレードされた冷却システムを備えています。従来のヒートパイプの代わりに、銅、グラファイトシート、サーマルペーストを組み合わせた新設計の熱伝導プレートが熱放散を全面的に加速します。全体の放熱面積も前世代の2倍であり、高性能な使用シナリオでも優れた冷却効率を維持できますと
ありますね。ベーパーチャンバーが乗っているということ、そして、まあ、ヒートパイプではなく銅やグラファイトを使っていますよとありますね。これによってスナップドラゴン8プラスジェネレーション1の熱を効率よく降参するということになるということです。やっぱこれもね、大事な部分になりますので、先ほどのチップと相まって、より良いね、アンツスコアを出しているのかなと思います。そして次にバッテリーの容量になります。Zenfone 9は限られたボディスペースにアップグレードされた 4300mAh のバッテリーを搭載し、システムソフトウェアによって最適化されてバッテリー寿命を伸ばしますと。そうですね、昨今のコンパクトなスマートフォンからすると多めの容量、そして 30W ですね、ハイパーチャージの充電器についているということですので、これは特に特筆すべきものではありませんけど、 30W 対応していれば普通に使うには問題ないのかなと思います。そしてカメラに関する情報になりますね。なんとメインカメラではソニーの IMX766 がね、メインレンズに搭載されるということで、これは非常に期待が持てますね。5000万画素のカメラが搭載されているってことです。そしてしかもですね、6軸のアンチシェイクですね、デブレ補正が、搭載されているってことで、これやっぱりね、ジンバルがついてるっていうのはいいなと思います。またですね、超広角レンズは1200万画素、そして合わせてフロントカメラも1200万画素になっています。加えてですね、今のカメラの性能の部分で触れましたが、6軸のアンチシェイクハイブリッドシンバルということで、6軸のですね、光学デブレ補正がついてるということで、非常にですね、この今サンプルの映像出ていますが、滑らかな映像を生み出していますね。その詳細になりますけど、防振技術と出ています。プラスマイナス3度と出ていますね。 Zenfone 9の全方向の動きを全て検出し、角度に応じてレンズの位置を瞬時に調整することで、ダイナミックな画像がスムーズで安定するため、ピンボケや残像の問題が発生しなくなりますと。いや、これはいいですね。次はですね、ディスプレイの情報になります。先ほどもお伝えしましたように、画面のサイズは 5.9 インチの AMOLED 有機 EL ディスプレイになりますね。サムスン製になっているということです。そして解像度は 445ppi になっています。加えて HDR10 プラスにも対応しているということですね。加えて詳細な情報になりますが、コーニングのビクタスに対応しているということですので、これはもう最強ガラスと言われていますので、これは嬉しいですね。これがついているっていうことだけで、相当ね、こう購買意欲高めるのかなと思います。そしてですね、ここも気になる部分になりますね。画面のリフレッシュレートですけども、 120Hz に対応ということで、電力使用効率を最適化してバッテリー寿命をさらに伸ばしながら、非常にスムーズな視覚体験を提供ということになりますね。これは他のね、動画で見ましたけども、自動っていう設定がありましたので、固定だけではなくてですね、その場面場面に応じたリフレッシュ点を変更してくれるってことは、これはバッテリーの駆動に関してはかなり期待が持てますね。次は効果音に関することですね。まあ音スピーカーに関することになりますけども、 Zenfone 9はディラックのプロフェッショナルなサウンドテクノロジーを統合し、デュアルステレオスピーカーの音量と音質を大幅に向上させ、ビデオやゲームのエンターテインメントに没入型の体験を提供しますと。デュアルステレオスピーカーっていうのは、もちろんこの最近のトレンドとしてはもう当たり前になっていますね。そしてローンチイベントで言っていたんですが、ゼンフォンはやっぱり迫力のあるダイナミックなスピーカーを搭載していて、大きな音を出してもね、結構迫力ありますよっていうことをね、すごい歌っていました。これは実際やっぱ聞いてみたいなという感じですよね。そしてここも気になる部分になりますけど、 3.5 ミリのヘッドホンジャックが備えられているってことになります。最近のトレンドからするとですね、バッサリね、切り捨てているメーカーもありますが、 Zenfone 9にはこれは搭載っていうことで、これは嬉しいですね。どうなんでしょうかね、こう満員電車とかね、バスの中とかね、人がたくさんいるところで Bluetooth イヤホンではちょっとブチブチ切れてしまうっていう方にとっては、こういう機能っていうのはね、ありがたいのかなと思います。また通信網と書いてありますけど、ネットワークに関する情報になります。より良い接続ということで、まず Wi-Fi6E に対応ということと、そして当然ながら高速の 5G 接続にも対応ということになっています。 Wi-Fi6E ですね、新しいですね。そして細かな仕様になりますね。まあ、ざっくりとちょっと見ていきたいと思いますけど、まず防水に関する情報になりますが、いくつかね、注意事項も書いてありますけども、デバイスを完全に水に浸したり、海水、塩水、塩素水、または飲料に接触させたりしないでくださいとありますね。この夏ね、もし出て手にすることがあれば、海水につけて使ったり、
もしくは塩素水ってありますか、これプールなんでしょうかね、こういったものにも触れさせないでくださいと。そして飲料ですね、まあ、飲み物、ドリンク、ソフトドリンクでしょうかね、そういったものにも良くないですよと出ています。そしてメモリーに関しましては2モデルになっています。8ギガのタイプと、そして16ギガのタイプになっていますね。8ギガでも結構いい方なんですが、16ギガ乗っけてくるっていうのは相当ですね、これちょっとお値段高くなってくるんじゃないかなという感じがします。そして収納スペースとありますが、ストレージになりますね。 UFS3.1 搭載で128ギガのモデルと、そして256ギガバイトのモデルになります。これちょっと意外ですね。もうここまでねメモリー乗っけてくることができるってことは、ストレージも512とかね乗っけてきてもいいのかなと思うんですが、ここはどうなんでしょう。あえて外すことによって価格はちょっと調整したのかなという感じもします。そして Wi-Fi に関するまだ触れていなかった情報になりますが、 Wi-Fi 6に対応していますね。 802.11abgnacax、 そして Bluetooth は 5.2 に対応し、ローエナジーにも対応しています。そしてその他ですね、 AptX、 また AptX HD ですね、 Adaptive にも対応、そしてロスレスにも対応しています。当然ながら NFC も搭載です。またナビゲーションって出ていますけども、 GPS、 グロナス、ガリレオ、ベイド、そして QZSS ということで5種衛星測位に対応しています。これだけついていればもう全世界ねどこに行ってもほぼ網羅されているのかなという感じです。そして SIM カードのスロットになりますけども、 5G 対応のデュアル SIM カードスロットに対応しています。ただ残念ながらですね、 eSIM には対応していないようですね。ネットワークのね対応バンドになりますけど、 FDD と TD-LTE ですね、バンド 1234578121718192020、 そして TD-LTE の方では34、38、39、40、41、42とほぼ日本で使われているバンドを網羅しているのかなという感じですね。ざっと見るとそんな感じになっています。ですのでドコモ、 au、 ソフトバンク、楽天モバイルですね、および MVNO あたりではほぼ問題なく使えるのかなという感じになります。そして 5G の方もほぼいろんなバンドに対応してますのでいいですね。そして最後にですね、付属品の内容がテキストで出ていますけど、取扱説明書、保証書、そしてシンブルとありますけど SIM ピンのことですね、また USB の電源アダプター 30W のものが入っているのは昨今からするとねこれは嬉しいですね。 USB-C、USB-C のケーブル、そして携帯電話のケースということで、最初からねケースが入っているというのも嬉しいです。まあ、ちょっと他の気になる部分は最初からフィルムも貼られてるのかどうかっていうことなんですが、今回の情報からはわからないです。はい、というわけで待望の Zenfone 9が発表されました。日本で発売されるのかどうかに関しましてはまだアナウンスされていませんので、これはね今後わかることになると思います。今回の情報だけで見ましてどうでしょう。個人的にはこのデザインめちゃめちゃいいなと思いました。特にですねこのブルーのこの落ち着いた感じ、そしてテクスチャーですね、あのサラサラした感じで指紋がつかないこのデザイン、そしてこの作りですね、いいなと思いました。そして、昨今トレンドになりますがこのエッジの効いたスクエアデザインですかね、これもいいなと思いました。これはちょっとね値段次第では欲しいなという感じになりますね。ローンチイベントの最後に発表されたお値段なんですが、メモリー8ギガのタイプ、そしてそれぞれ128のタイプで799ユーロという、ね、発表がされましたので、最近のレートからしますとですね、まあ、ざっとですけど10万オーバーになってきます。1ユーロだいたい130後半ですかね。そのあたりの数字で計算しますと11万円ぐらいなるんじゃないかなという感じになります。いやーちょっとねお値段的には全本今まで結構手頃な価格でハイスペックだったんですけど、なかなか手が届かないような価格になってきましたね。昨今のちょっとスマートフォンのお値段の値上げっていうのはちょっとすごいですね。円安の影響がもう本当に波のようにどんどん押し寄せてきますね。また、今回ですね、公式サイトをもとに情報をお伝えしましたけど、触れていない面もあるかもしれませんので、そのあたりはご了承ください。では本日は以上となります。この動画が良かったという方は高評価、そしてまだの方はぜひ、この機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。